ガレン社。さあ、今回やっていくのは、ブロッソの逃げ逃げ行動からの脱出。ダッシュ2になってる。まあ、なんだろうな。これもエスケープ系のゲームじゃないかなというふうな予測は立ちますがね。ちょっと後足小さいか。こんなもんか。こんなもんかな。こんなもんかな。前回のやつで、サイズを調整したせいでね。元のサイズ、元なのかもしれん。元のサイズがわからない。よし。まあ、まずはあらすじかな。あらすじもちょっとサイズがちゃんと下うかな。あ、まあまあいいか。ちょっと下がゲームの遊び方まで入ってるけど、これでいこう。笑っているのか泣いているのかさっぱりわからないが、走ることで脱出も可能な脅威の無表情キャラブロスト。テクノアイランドからちょっと離れてぷかぷか浮かぶ逃げ逃げ島の親戚、逃げ逃げ孤島から脱出せよ。うまくテクノアイランドに着地できないとゲームオーバーだよ。ん？エスケープ系のゲームじゃないかもしれないな、これは。まずはランキングから。えべ。ほぉー。なんか、ラインナップが新鮮ですね。ライブジュピターとか、セシルとかがいない。1位はヨッシュ、ヨッシュ。2位は YKHR107。英語が並んどる。英語とかアルファベットが並んどるね。紅みりん、高雪、なる、ポッタマ。あ、みゆき H26。この人はモサなのにこの辺で沈んでる。なんだこれ？なんだこれ？すごい開いてるし、モサが下にいる。どういうことだ？やってみようか。まずやってみようか。バシッとやってみるか。これブロストだよね。まず飛んでみるか。すごっ、全然わからん。やばいやばいやばい、全然わからん。やばやばいやばいやばい、全然わからん。やばいやばい。島から落ちないようにスピード上げつつ、ブロッソを方向回転させてあげよう。はぁ、あ。いやいや、意味がわかんねえ。ちょっと待ってくれ。理解が追いつかないんだが。スピードを上げつつ、コントロールをクリックして方向転換。あ、なるほど、なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。これは難しいや。てってれってれ。多分ね、これぐらいでいいと思う。これぐらいでいいと思う。イエー。いいでしょ？はい。まあ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 、わかったわかったわかった。一周ごとに何メートル飛べるか、わかってくるといいと思うけど。今なんかあったな。なんだこれ。このクターっていう世界では島が浮くんだね。ここで行ってみようか。いや、王位を狙っていく。6302位ぐらいじゃなかった？ 1 位が。これでいいや。多分ね、なるほど。あー、だけど、奥がちょっとつかめてねんよ。奥がつかめてないから、うまく見せられてないね。プレイとして良くないですね。今度そこそちゃんと行くぞ。3、4、5、6、7、8、これ行ってみる。え、全然飛んだ、飛んだ、え？全然飛んでないぞ。6000とか飛べないぞ、こんなもん。数千メートル、千メートル以上飛んでる人たちはどうなってんの？えい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 。ほう。ちょっとこれはあれだな。面白いな。
1000ぐらいいってみるか。今の感じは1000ぐらいいけたな。じゃんじゃんじゃんで1000ぐらいいける。わしが育てたって慕ったらずに、わしが育てた。どうだ、全然よ。これで、これで、うっそーん。この音で判断できるね。うっそだ。これもちょっと飛んでるような気がする。いやーやばい、このゲームは。音的には全然飛べてないね。うわ、これいいと思う。めっちゃ飛ぶ。これも多分ね、オーバーしちゃうんだよね。1001っていうのはカウントできないスコアかもしれない、もしかしたら。これじゃ、これ多分ダメ。あ、やった、イエーイ、イエーイ。1001いきました。じゃあね、もうちょっと上のスコアを目指してみますかね。1001は、何位ぐらいなんだろう。早く出てくれ。この時だけ。17位。うん、まあ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 。10位に入るにはどれぐらいです、どれぐらい取ればいいかな。10位は ?10 位は、あ、2000メートル超えれば、10位には入れるね。10位か。なるほど。2000メートルを超えるには このぐらいかな。ちょっと2000の感覚を、2000の、あえて2020。今2020、今2020年だっけ？あと言うね。2020年だし、2020行こう。よし、行くぞ！これはいい。よっ。これは良かったよ。よっしゃ、これはいいぞ。これはいい。あとまた同じ177メートル残し。これいいと思う。あれやっぱ177になるね。ちょっと177m 下げるか、前に行くか。多分これぐらいといけるんじゃないかな。は？2020は諦めて、カウントできるスコアを狙って。いけた。いえ、そうじゃないんだ。そうじゃないんだ。やっぱ2020はちょっと難しかったね。4000m。4000m 目指します。4000m が飛びます。4000ジャスト。ここで行く。だいぶ分かってきた、このゲーム。ああ。このゲームの攻略法。攻略法がね、少し見えてきましたよ。見えてきました。ただ、非常に悔しいね。4000メートルは飛べない。なかなか。で、313メートル残しになったんで、さっき。つまり、313メートルだけ400メートルから前に出る、4000メートルから前に出ればいいわけですね。つまり、まあ、ざっと、4000いく303、313で、3687か、ぐらい行けばいいわけで、3687、36、これぐらいかな。あー、今のよかった。多分これ足りないね。ね、もう一段加速つけると多分
クリアできる。よし、いける。これはいいよ。よし。やった。クリアしたぜ。わかったよ。わかった、このゲーム。もうわかりました。これなら、これなら、いける。5位だ。ランキング見ましょうか。ちょっとランキング見ます。この、結構、ゴン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 って回って、で、何段階か飛ぶ距離があるのね。だから、3190何メートル台、3600から3700台、6000メートル台というふうに、こう、刻まれてるんですわ。だから、2020は絶対に取れないし、この辺で止まってるよね。その上の段階は、多分この辺で、で、その次はこの辺で、みたいな感じになってるんですね。結構頭使う感じのゲームでした。バカそうに見えてね。ということで、フロストの逃げ逃げ孤島からの脱出でした。意外と、時間かかったね。結構カットすると思いますけど。じゃあまあ、フロストの逃げ逃げ孤島からの脱出でした。また別のクタのゲームでお会いしましょう。ほなまた。